年最後の放送となります。今日は1年の締めくくり企画、2022年のアッコさんといい加減に1000回振り返りスペシャルと題してお送りしております。はい、続いては3月4月編です。私としてはですね、本当に忘れられない、新型コロナウイルスに感染してしまいまして、番組を、ね、はい、お休みさせていただきました。進行役箱崎みどりアナウンサーにお願いしまして、あ、そう、よくしていただいた、本当に。はい、ピンチヒッターカンニング竹山さん、何も覚えてないな。そうですか。はい、あるいはこれ2月26日の週ですが、はいはい、続いて3月に入って3月5日の週に、松村邦洋さん、陣内智則さんがそれぞれ11時台12時台に分かれてピンチヒッターで来てくださいました。そうだっけ。はい、覚えてらっしゃらないですね。陣内さん意外にもこの番組初出演ということで、こういうエピソード披露されました。はい、アッコさんが深夜、陣内孝則さんに電話したエピソード。ああ、はいはいはい。並びに、スピードワゴンの井戸田さんの携帯から、はいはい、陣内さんにアコさんが電話をしました。はいはい、すると、陣内さんは、酔っ払ったおっさんが、井戸田さんの携帯を拾って電話してきたんだと勘違いして、なんやお前とアッコさんと口論してしまった。そう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 。それすごい。いやでもね、そんな話、陣内智則と高則を間違ってるってすごいでしょ。すごい。間違っただけじゃないですよ。呼びつけたんですよ。呼びつけたの。それで、どこなんねんって、智則だと思ってるから関西弁で、はい、どこなんねんって、御殿場です。御殿場、といなぁ。そうなんですよ。向こうは標準語。そうですね。今赤坂で飲んでんだけどおいでよ。え、あの天パですからね。明日早いんです。それはどうしてさらにひどいわ。陣内孝則さんがそれでもいらしたのに、それで来た時に陣内が遅くなりましたか。孝則が何しに来たのどうしたの。ってなってひどい。ちょっと待って、誰に電話したん。ごめんってなって、はいはい、それからビビりまくって、もう帰って帰って帰ってってお弁当持たして、それから番定表みたいなの置いていったの。番定表ってこのドラマのスケジュール。あ、はい、そしたら朝の何5時半かなんかで6時に病室、はい、病院廊下とかロビーとかなんか書いてあって場所ね。はい、これはもうじゃあもう5時ぐらいから起きてんの。5時までずーっと起きてて、電話すんのに留守電ばっかりなのよ。もう頭きて電話してんのにさ、早く出ろと。そりゃそうよ、本番中なんですけど。そうですよ、スマホ持たないよね。アッコさんは謝罪したくて声聞きたいんだけど、今度は繋がらないからまたイライラするっていう。そうそう、なんでやねんと。その本番になってないと思うから、朝始まる前にと思って。これやばすごい話ですね。陣内に会うと未だにそれ言われる。あの陣内、はい、あのどちらですか。高則さん。高則の。そうですね。あとはですね、これ私のコロナの後、アッコさんも実は。そうなんですよ。ね、コロナに、ね、今年はもう誕生日だったからすごい覚えてますね。でしたね。ずっと家にいて。そうでした。何よりも表で出れないって一番私がね、アッコにお任せでももう言ってて、コロナに感染した人をね、差別するとか、よくお店なんかに落書きがあったんですよ、当時。それはおかしいと。これはもう、匂いもしないしね。で、症状もよくわかんないし、誰も責められないとかって言ってて、自分でも手洗いうがいとね、で、家にアクリルも置いてるし、消毒してるし、3回、ワクチン打ってるから。そうですよ。まさかですよね。いやー、これは今でもそうですけど、油断しちゃダメですよ、そうですね、皆さん。その時に、まあ、ミッツマングローブさんと山瀬真美さん。お世話になりましたね。聞いてました、本当に。いやー。耳ダンボにして聞いてました。いやいや、マッコさんが聞いてるかと思うと、なんか、もう、いろんな気持ちでやりましたけど、まあでも本当にミッツさんにも山瀬さんにもお世話になりましたし。ね、ありがとうございました。まあ、その後、はい。千鳥のお二人がゲストに来たり、うん、サンドウィッチマン富澤さんの誕生日アコさんが盛大にお祝いしたりと。盛大にってお花を送っただけですけど、でもサンドさんがね、富澤さんが特にもうこのまま天に召されてもいいやと思うほど感激したと。嬉しいね。嬉しいですね。そう言っていただける。そういうつながりからアコさんが帰れマンデー見っけたら杖につながるんですもんね。歩きましたよ、はい、いろんな出来事が3月こんなところ皆さんどうするんですか、この階段ってこんな長いのって。とっくに登ってます。あ、すいませんでした。
カットになってました。カットになってましたね。いや、登ったのはありましたけどね。はい。はい、それでは、そんなアッコさんがピンチヒッターの時に、番組に手伝いに来てくれた。アッコさんのピンチヒッターの時にじゃないでしょ。アッコさんの、お前何言ってんの、心ここにあらずやな。アッコさんのピンチヒッターを務めてくださった、はい、ミッツマングローブさんの星屑スキャットが、中森明菜さんの曲をカバーしております。はい、タトゥー。